こちらの動機について紹介します。まあ、アブストレス、単語の、まあ、シーケンスや、まあ、その接する分の潜在的な談話の関係っていうものを、まあ、モデル化する、まあまあ、訳よくわかんないですけど潜在変数 RNA みたいなのを、まあ、提案していて、まあ、これは、まあ、アブストには明記しないんですけど、まあ、そのニューラルネットとあの確率的グラフィカルモデルをまあ、そういうの、まあ、ハイブリッド型みたいな、まあ、ものを提案しています。で、その、まあ、談話関係というものを、まあ、潜在変数で表して、まあ、それを、まあ、タスクに応じて、まあ、今回は、その、まあ、分類みたいなのと、まあ、まあ、言語モデルなんですけど、まあ、それに応じて、まあ、まあ、一応、損失関数高いですけど、まあ、タスクに応じて、まあ、予測また、まあ、まあ、周辺化とか、まあ、いろいろできる。ということが可能ってなってます。で、その談話の関係の、まあ、分類、まあ、対話コインの分類対その談話における、まあ、言語モデルのタスク量において、まあ、先行研究、まあ、ステートオブチ当時のステートオブチアートよりも、まあ、優れているということを、まあ、示しました。イントロダクションです。そのニューラルモデルは、まあ、筆者によると確率的グラフィカルモデル、まあ、その確率を使う、まあ、機械学習のようなものに比べて、まあ、柔軟性がないみたいなことを言っていて、で、まあ、まあ、先行研究では、まあ、きれいにっていうのは多分、まあ、柔軟性とか、あるいは数学的にって意味だと思うんですけど、まあ、複数の言語を扱うモデルとか、まあ、そういうようなものが、まあ、扱えていると、まあ、筆者らは主張していて、ただし、その確率的グラフィカルモデルっていうのは、まあ、計算量の問題、まあ、総価が多すぎると、まあ、トレーニングが困難っていう問題があって、まあ、じゃあそこで、まあ、いいとこと言っていいか、まあ、そういうものをしようじゃないかっていうのが、その、まあ、RNA のその言語モデルと、まあ、対話に関する、まあ、その潜在変数のモデルってものを組み合わせたハイブリッドモデルってものを、筆者が提案しています。で、またその、まあ、提案モデルは、例えば、その VAE を、まあ、必要とする RNA みたいなのになってくると、まあ、筆者が複雑であるっていうのを述べてるんですけども、今回提案したものは、まあ、実装やトレーニングが比較的シンプルであるって述べていて、まあ、で、まあ、今回、その、まあ、ダンバーのにを、まあ、主にメインに扱うんですけど、そのまあ提案モデルではその浅い談話っていうものに着焦点していて、その談話全体の内容っていうのをあの補足っていうか、まあ、見ていない。で、まあ、それはなぜかっていうと、その先行研究よりその分類についてなんですけども、そういうのはその全体を見る必要がないっていうか、例えばその、まあ、発話123とかあったとして、その12とか34とかは関係あるけど、その1から飛んで3とか4とか、そこに何か関係性っていうのを見ると、まあ、先行研究より、まあ、あんまりよろしくはないっていうことで、まあ、その、隣り合う発話とか、まあ、文っていうものの関係性だけを見るっていうものを、で、やろうとしています。で、まあ、その提案モデルは当時のものよ。最高の精度よりも、まあ、優れていると思います。で、まあ、そう、今回のモデルを、紹介するのに、まあ、RNA の復習からいくんですけども、まあ、その、まあ、T が、まあ、文を表してるんですけども、まあ、その、あの文の、確率を、まあ、単語の、その、並びみたいなのを見たいっていうときは、まあ、それはその、言語モデルなんで、その、チェインルールっていうか、その、その、N が単語なんですけど、その、単語で、どんどん条件付きで、あれしたものを、まあ、書き算ってなっていて、まあ、隠れ、変数、隠れ状態というものは、その、活性化関数で、出てきて、で、最終的にはそれをソフトマックスにかけて、まあ、出すっていうのが、まあ、RNA の、まあ、言語モデルだって。なっています。で、まあ、その RNA のその言語モデルの欠点としては、まあ、談話とかそういった場合だと、まあ、結局その今一つの T しか考えてないですけど、その一つ前の文とかの情報を入れてないってことで、まあ、先行研究だと、じゃあその前のやつを、あの T のやつを入れればいいじゃないかっていうので、まあ、そういった、それを入れて、その前の文の最後のその隠れ状態を持ってきて、それをこうソフトマックスに入れてあげるみたいなものを提案してあります。で、まあ、今回提案するものなんですけども、まあ、その浅い談話関係っていうのは、まあ、その一つ前の文の、やつから隠れ変数、
隠れ状態をそのままソフトマックス取ったものの、確率みたいなのを考えて、それが、まあその次の分の、言語モデルに、まあ、影響を与えているんじゃないかっていうモデルを考えます。はい、でまあそれ、まあその潜在変数っていうのは、まあこまあそのままいくとコンテキストの情報のベクトルの要約って書いてあるんですけど、まあ要するにその前の文の情報を、その y の t-1 みたいなベクトルではなくて、その、潜在変数として要約されたものとなっています。でそれを、まあ前対決と条件につけてあげるってなった時に、まあさっきのアドレンの要領で、まあ文のその言語モデルは、まあ、積で表されて、でその細かい一つ一つの単語みたいのその予測みたいなものは、このように、表されていて、要するにこの重みの部分に、その隠れ変数の、要素が加わって、そういったものを、まあ、考慮するみたいな、意味合いがあります。でまあ、ただなんでその隠れ変数を、まあ、考えるのかっていうの理由としては、もっとあるのが、計算が、計算というか式が割と意味のある問題になってくるっていうのがあって、まあ、さっきの式をいろいろあれすると結局全部の確率っていう確率はこのように表されていて、でその談話の予測っていうか、まあ、分類みたいなのをするんですけど、その時はこの Z がその談話の関係を表す、仕様になっているので、まあ、これを、求めたいってなった時に、これは結局その変形すると、ベイズの、定理のそのものの式になっているっていうので、その、分母はその絶対は、談話関係について周辺化してあげる。でこの周辺化もその隣にあった分しか 見ないので、この Z の数っていうのは比較的に少ないものになっていて、まあ、訓練じゃなくて推論するときは比較的早いっていうか、まあまあ、簡単になっています。でその、言語モデルの場合も、まあ、こんな感じに表されます。でそうすると、まあそのまあ、さっきのふうに式が、きれいになるっていうのと、あともう一つこっちの算出関数の方も、割ときれいな形になるっていうのがあって、で今回その、まあ、まあ、対数誘導を取るんですけど、そのどの式に対数誘導を取るかみたいな話になっていて、まあ、一つはですね、まあ、2つ、その損失関数が、選べるということを筆者が述べていて、1つは、こちらの式が、言語モデルとその名前予測の どちらにでも、まあ、意味の持つその、損失関数というもの と、こちら談話の関係予測のやつだけの その損失関数が、まあ、定義できてできますって。で、まあ、筆者らの予測としては、まあまあ、こっちの方がその談話関係の予測のタスクであれば、メインにとそれを捉えるので、まあ、こちらの方がいいんじゃないのかみたいなと言っています。はい、でデータセットが、今回2つあって、あるなんかジャーナルの記事のアンテナとされたコーカスと、もう一つはその電話の、コミュニケーションかなんかの、アンテナとされたやつで、まあ、こう書いたんですけど、今回使うのは、談話関係で PDTB を使って、その対話関係で SWDA を、使っています。あと、論文によると、この SWDA の方が、アウトデートの質が高いで、PDTB はちょっと、まあ、低レベルみたいなのが書いてあります。で、まあまあ、ハイパーパラメータなのは、まあ詳細論文というか、今回は理論的背景は理論の説明はアドレナでやったんですけど、
今回 LSTM をそういうあの同じ理論でちょっと改良したものを使っています。で、実験で最初その、談話関係の予測なんですけど、今回ちょっと時間なく他のモデルがどういうのかちょっと調べきれてないんですけども、バッと、比較すると、良くなっている、一番その、精度が良くなっていて、普通も良くなっている。で、その、二項検定とかの結果も、非常に良い感じになっていると述べています。で、次その対話の、やつなんですけども、それについても精度が良くなって、で、F 値はその論文に公開、他のこのベースとなるやつが公開されてないので出してないんですけども、さっきのこちらの PTDB よりも、のもの、コパソは質がいいので、一応信頼ができるデータなのではないかっていうことを述べています。で、最後にその言語モデルのやつなんですけども、こっちがベースラインで、こっちはその今回提案して DRLM ってものにの、改良を加えてないみたいなモデルなんですけども、それに比較してその複雑さパープレキシティで、表記あのまとめてるんですけど、それが低くなって、良い結果になっていると述べています。で、この理由についてそのベースラインに談話間、談話のその Z 潜在変数 Z を追加することによって、その談話の関係のその情報が多くなって、曖昧的なものを解消して、優れた結果になったのではないのかと筆者は、考察しています。で、そのトレーニングの、談話注釈において、談話注釈が必要っていうのは、その今回のは、損失関数が、その分類のその談話の予測の方もできるマルチタスクラーニングになっていて、そのアノテートさえの情報もその使っているので、今回のその精度っていうのはそのそれが必要なため、その大規模のデータセットにこう対応したものではない。ただ最終的にその今回潜在変数 Z っていうのは、これはその周辺化したものでちょっと間違えてますけど、その言語モデルに、その談話関係というものがそこまで必要なのかって考えたときに、計算式上はそうですね、周辺化によってその Z が最終的に消えてくるはずなので、そう考えるとそのもっとこういいトレーニングというか、そのあのデータの情報がないと結局その綺麗な数式というか、今回損失関数使えないんですけど、最終的に周辺化していくことを考えて、もっとなんかいいこうモデルみたいなのないのかな、トレーニング方法がないのかなみたいなのを筆者らは考察しています。まとめです。今回そのその浅い談話っていうのがその、隣接するシーケンス、隠れ変数を持っていくのがその前の文から持っていくので、その隣接するシーケンスの間の浅い談話の関係について、その確率的ニューラルモデルってものを提案しています。で、その確率的な表現っていうものを維持しながら、今回その文のベクトルとか、を、学習、言語モデルを、ベクトル、表現を学習しているものになっていて、で、その2つの談話のその関係の検出タスクにおいて、ステートオブジアというよりも優れており、言語モデルのタスクにでも、使えるってことが分かりました。今後はその特に言語モデルなんですけど、それを大規模のデータで使えるようにするのが今後の課題とします。じゃあ以上で発表を終わりにしたいと思います。